怪しいやつはいないみたいだぞ。まさか隠れてるのか。近くを探索してみよう。この雷元素の石碑、なんだか怪しい。や、律令ショック。君たちもここで調査してたんだね。ちょうど物資を前線まで運んで、今この近くの脅威を片付けようと。大丈夫か？お前なんか変だぞ。大丈夫大丈夫。多分この前海に出た時に体が冷えたんだ。ここを通りかかった時、ちょうど島に上陸して調査してる人がいるって聞いてね、見に来たんだよ。万が一危険にでも会っていたら、僕が英雄みたいに助けてあげようと思ってたけど、君たちだったとは。どうやら僕の取り越し苦労だったようだ。てっぺい、お前はここの雰囲気に何か特別なものを感じるか？そう言われると確かに。でもここは魔人オロバシの亡骸に近いから、たたり神の気配が強いんだろう。魔人オロバシってなんだ？ほら、あれがオロバシの残した遺骨だよ。うわあ、あんなにでっかい蛇の骨、見ただけで体が震え上がってくるぞ。今の渡墨島があるのは、オロバシが僕たちの先祖を塩化の宮から地上へ連れ出したからなんだ。僕たちの先祖はそれをずっと守り神として見ていたけど、魔人戦争中オロバシはヤシオリ島を侵略した。それでライデン将軍が直接出向き、無双の人たちで切り伏せたんだ。あの一刀が今の無双人狭間を形成したってわけさ。無双人狭間ってライデン将軍に切られてできたものだったのか。すごいな。そう、でも魔人戦争は非常に苛烈なもので、ヤシオリ島はそのせいで廃墟と化した。噂では将軍様もその時に大切なものを失ったと言われてる。オロバシが死んでから渡墨島と幕府の仲は悪くなったんだ。でも今回抵抗軍を立ち上げたのはその信仰とは関係なく、単にメガリレーに抗うためだけどね。オロバシが文明を滅ぼそうとするのを将軍様が止めた。そして今将軍様がメガリレーを発令し、人々の願いを奪おうとしている。これも同じように誰かが将軍様を阻止しなければならないんだ。僕は先に戻るよ。幕府軍の精鋭武士を片付けたばかりで、帰って少し休みたい。まだ他にやることもあるしね。君たちは早く三五宮様に報告するといい。ここはまだたたり神の気配が残っているかもしれないから、長居すると体に良くない。心配しないで、僕はこの通りピンピンしてるよ。まさか鉄兵がもう幕府軍の武士と戦えるようになってるとはな。いつの間にかすごく成長したみたいだ。戻っ
この異常が発生した人はどれくらいいるのですか？まだ完全には統計できていません。ココミ、ゴロ、何かあったのか？近頃抵抗軍の一部兵士たちに奇妙な老化現象が発生しているんだ。彼らを問い詰めたら、裏でこっそり支援者からいくつかの秘密兵器を手に入れていたことが発覚した。そいつらはみんな負けん気が強く、メガリレーに対して極度の不満を抱いていた奴らだ。それら秘密兵器を手にした後、こっそり使っていたらしい。道理で近頃の戦況が異様に順調だったのですね。しかし、これは決して正しい方法ではありません。一刻も早く禁止しなければ。ゴロ、彼らの言う秘密兵器は手に入れられましたか？ほとんどの奴らは差し出すことを拒んでいましたが、なんとか一つ手に入れました。これを知っているのですか？ということは、支援者の正体はファデュイだったのか？しかし、なぜファデュイがこのようなことを？いいえ、考えている時間はありません。現在最も重要なのは、邪眼の使用禁止を一刻も早く軍に通達することです。近頃異常が起きた兵士たちには治療を、まだ間に合うことを祈りましょう。あ、また異常のある兵士って、嘘だろ。早く見に行こう。ああ、君たちか。来たんだね。ちょっと待ってね、今立つから。あれ、おかしいな。体の力が抜けて。ん？ああ、まだ詳しく言ってなかったね。僕は最近、いくつもの手柄を立てたんだ。船に乗って幕府軍と海戦を繰り広げ、一人で幕府武士を撃退し、拠点に拘束されていた仲間を助けた。昔の僕だったら夢にも思わなかったことばかりさ。もっと強くならないと。強くなればもっとたくさんのことができる。あれ、僕の秘密兵器は？いつからだろう。君がメカジキ2番隊の隊長になってすぐ、支援者側の謎の人物に会ったんだ。彼らからこれをもらってね。強くなりたいと思えば、この秘密兵器は僕に答えてくれる。そう言ってたよ。まるで神の目みたいだろ。僕は神の目を使ったことがないから、どんな違いがあるかはわからないけど。邪眼？聞くからにいいものじゃないみたいだね。神の目と何が違うの？そうだったのか。確かに、こんな得体の知れないもの、代償があって当然だね。ここ数日、どんどん疲れが溜まってきて、心の底で嫌な予感はしてたんだ。以前は戦った後に疲れを感じるだけだったけど、今日帰ってきたら、目の前すらよく見えなくなってた。はあ、やっと君に、追いつけたと思ったのに。やっぱり僕は神の眼差しを受けられなかったんだね。一つ君に頼めるかな？
僕たちの回復ができたら僕の分も持ってきてほしいんだ。それで一緒に来てさ。なんて表情してるんだ相棒。大丈夫、少し休むだけだから。少し休めばきっと良くなる。てっぺー、鉄兵の容体は？すでに軍にある全ての邪眼を接収するよう命を下しました。ほとんどの人に生命力の流出が起きていましたが、深刻な状況には至っていません。ですがごく一部では。サンゴの宮様、今からこの件で倒れた者の負傷兵営を設置し、彼らの容体を見たいと考えております。ただ兵士たちは皆邪眼と知ってもなお使い続けたいと騒いでいるようですが。この件はあなたに任せます。私は一度前線へ向かわなければなりません。このような一大事が起これば軍の心もきっと揺らぐことでしょう。その混乱に乗じて幕府軍が攻めてきてしまえば、今までの苦労も水の泡です。何かお考えはありますか？いけません、危険すぎます。鎖国令は未だ続いています。彼らの邪眼はおそらく稲妻で生産されたものでしょう。これほど莫大な人員と資源を動かせるということは、背後に必ず本土の勢力が加担しているはず。彼らを阻止するためには邪眼を生産している工場を潰すしかありません。しかしそこにはきっと厳重な警備が。あなたにそのような危険を犯させるわけにはいきません。少なくとも軍と一緒に。サンゴの宮様、邪眼の接収は急いで行われたため、ファディの目をごまかせていない可能性があります。軍隊の準備でこれ以上時間を費やせば奴らに感づかれ、間違いなく逃げられるでしょう。はい、少し考えさせてください。邪眼を接収する時からこの件についてはすでに考えていました。巨大な工場、見つかりにくい場所、そして輸送経路の近くにあり、材料の供給を確保しなければならない。これらの条件に合う場所はそう多くありません。それに兵士たちが邪眼を手に入れた場所から推測するに、工場は八潮里島南西部の海に面した3階にある可能性が高いでしょう。私はあなたを止めません。しかしくれぐれもお気をつけください。私たちは多くの戦友を失ってきました。あなたまで失いたくありません。え、その邪眼工場に行くのか？本気なのか？もう少し考えてみても。わかったよ。立流お荷物です。そことどろけ。はっ、はっ、ふっ、ポーコーだ。はぁ、燃料切れだ。チョック、呪文、
ピエ。これはまだ生だ。侵入者発見。執行官様の邪魔はさせない。生きてここから出られると思うなよ。来航いと美しきかな。呪言チョック、呪言天狗ライオン。シエ、こいつ命じゃすか。臆するな、もうすぐ執行官様が着くはずだ。荷物です。とどろけ幽玄なる雷帝チョック。愛は必ず訪れる。まさか君たちがここまでたどり着くなんてね。やるじゃないか。お前はファデュイの執行官、宿女や講師たちと同じやつか。宿女講師、ふん、まさか君がすでに僕たちの中で最も頼りない二人の同僚に会っているとはね。僕はファトゥス第6位ザンヒョウだ。会えて嬉しいよ、名高い旅人さん。こんな大勢で僕に何か言おうかな。ああ、そのことだったのか。一つ間違えていることがある。
確かに僕はここにいるが、計画を執行するにあたり、ただその代理人をしているに過ぎない。首謀者はもちろん他にいる。ほら、凄腕なんだろ？頑張って探してきなよ。あらら、こんな些細なことで怒っちゃったの？まさかこんな情けなくて、ショータンのヘナチョコだったなんてね。些細なことだって？間違ったこと言ったかな。浮世では人の命なんて雑草と同じなのさ。茶碗がなくても彼らは死んでいただろう。少なくとも茶碗は彼らの願いを叶える機会を授けたんだ。メガリレーがどんな価値を持っているのか君たちにわかるかい？これを実現するのにかなりの力を費やしたのは僕たちにとって有益なことだからさ。そして今その結果を見てみると、すべて価値のあるものだということが改めてわかる。争いを作り、邪眼を広めるため道を開き、力を追い求める弱者を引きつける。ほんの少しの代価で、世界を掌握するかのような感覚が得られるんだ。生命を引き換えに力を手に入れられるなんて、お得だと思わない？メガリレーはお前たちがけしかけたのか？まさか初めから。稲妻の外側はとても強固に見えるけど、内側は僕たちが利用できるほどほころびに満ちていたよ。ほんの少し手間をかけるだけで内部から攻め落とせるほどにね。永遠は時間を非常に長く伸ばすことができる。だけど、その間にある一つ一つの節目は、とてつもなく脆弱なものになるんだ。抵抗軍にいる君の友達のように、どんなに努力しても、無駄なのさ。水中の泡のように、美しさを放った後は、破滅が待っている。失えば失うほど手にしたいと思い、無能であればあるほど、それに抗う。こういう茶番は見ていて滑稽で実に楽しいものだね。おい、落ち着け。なあこの そう、それだ。怒れ、憤怒しろ。この工場にある魔人のエウサにとって憤怒は最高の餌。どうしたら